どうぞ。まあ、今許すっていう話がありましたけれども、はい、やっぱり、まあ、自分に対してもとか、うん、他の人に対してもやっぱどうしても許せないなと思ってしまう時があったりするんですけれども、うんうんうん、そういう時はどういうふうに心持ちようとか、どういうふうに捉えていけばいいのかなと思って、うんうん、なるほど、はい、ですよね。なかなかね、許せ許せって言われて絶対許せないっていうその価値観は人それぞれなんですね。許せないってことも出てきたりしますよね。じゃあなんで許せないのかなというふうに考えたときに、どうでしょう、その許せないっていうところのバックボーンには何があるか。多分ですね、その人なりのこのことについてはこうするべきだっていうのが必ずあるべき。みんなそれじゃないですか。このことについてはこうするべきってあるんです。で、許せないっていう感情はその自分のべきのところに引っかかってきたときに許せないです。こうするべきだって。もちろんね、法に触れることはダメですよ、法律違反。でもそれ以外のことって100% ってありますか。 100% こうでなきゃならないってことあんまないような気がするね。ただそのべきは自分が作ってるんですよ。こうするべきだって。例えば、どういうことかな。例えば、休肝日を作るべきだ。休肝日ってわかります？お酒飲むのに、ね、テレビとかね、言ってるじゃないですか。休肝日を作るべきだ、ね。1週間に最低2日はお酒を飲まない日を作らないと。体に良くないですよと、ね。でも、それは、みんなの平均値であって自分には当てはまらないかもしれない自分の肝臓は毎日飲んでもちゃんと応えてくれるとってもとっても優秀な肝臓さんなんだと思うと毎日お酒を飲んでしまう自分を許せるんですよ。あんま例えばないかね。だからでも日本人特にそうなんだけど結構べきがあるんです。だから合言葉を教えます。ベッキーからカモちゃんなんなんすべきからこれでいいかも、こういうこともあるかも、それもありかもっていうふうにいろんなことを考えると許せないことの数が多分ぐーっと減ってくるんじゃないかと思いますね。私もね、ずっと制度指導主事やりながらサッカーの監督やりながら思ってる時はもうべきの山でして、全て朝掃除には1秒も遅れるべきではないですね。絶対手を抜いて走るべきじゃない。そういうことをずっとこうするべきこうするべきこうするべきということをずっと選手に。それも別に間違ってはなかったかもしれないけれども、もしかするとそういうふうにこっちがべきをずっと与え続けたことによって選手たちが自分から考える、自分で判断するっていうのをちょっと奪ったかもしれないっていうことです。だから 100% これがいいっていうのもないで、自分がこうするべきと思ってることでもこうかもしれないって考えると許せることが数が増えていくんじゃないか。で、今もどん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 年もでもいろんなこういう勉強もしてべきがずーっと入ってきたんで、まあ大概のことは許せちゃいますね。大体っていう感じがします。っていうふうに見えてません？あんまり皆さんに対して「なんだお前！」って言わないでしょ。某数代も誰もが言って「校長先生のように言って」というね、この前の校長で素晴らしかったですよね。先生いらっしゃいますけど、っていうところですかね。ありがとうございます。いい質問でした。いいね。